レニアル世代の社長トーク。こんにちは。本日からスタートする新番組ミレニアル世代の社長トークです。さあ、この番組は毎月第3水曜日14時から1時間放送します。お届けするメンバーはまさにミレニアル世代の会社経営者3人。ディアスタッフ株式会社 CEO 真野俊介さん、ラピースタッフ株式会社代表取締役前田真希人さん、そして私、川崎 FM 代表の大西エマです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、カメラもね、一応こうセットしていただいて。まあでも不思議でしょうね、はい、2人しかいないですから。2人しかいない。あ、そうか、そうだったそうだった。その話、この番組新番組ということで、いきなり1名欠席となっとるんだと。そうですね、前田さんが ね、今流行りの、流行り病に、流行りのね、今日聞きましたもんね、うん、朝、もう衝撃、新番組だけど開始するのに。そう、結構ね、企画頑張ってた前田さん、うんうん、ほとんど今回企画はね、前田さんが考えてくれたやつなのでね。いきなりね、欠席というね、はい、そんな感じですけど、はい。そしてこの番組は前身の番組が実はありますので、その話は後ほど、お話をさせていただこうと思います、はい、さあ、それではどうぞ最後までお付き合いください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。川崎ブレイブサンダースナンバーセブン、篠山流星。僕はずっと勝ち続けてきたわけじゃない。悔しい思いもたくさんしてきた。成功も失敗も次につなげないともったいない。その積み重ねが今の僕だ。篠山スリー、左45度決まった。君もできる。派遣の司令塔、ディアスタッフ。 SMA 所属のお笑いコンビ、ハマチの平田とジェームスです。ジェームス、ラピースタッフって何の会社か知ってる？タイの養殖に力を入れてる会社です。全然違います。人材派遣の会社です。じゃあ人材派遣でどんな仕事がわかる？ほとんどがマグロの解体です。違います。いろんな仕事を幅広く紹介してます。じゃあラピースタッフの人たちの共通点は知ってる？全員特技がアジの三枚おろしです。寿司屋と間違えてない？僕お寿司好きなんです。知らんけど、せめてハマチを出せ。正解は全員人の笑顔が好きなんです。じゃあ僕らと同じだ。確かに。 Go Next ラピースタッフ。この番組はミレニアル世代の社長トーク、ディアスタッフ株式会社 CEO 真野俊介さん、ラピースタッフ株式会社代表取締役前田真希人さん、そして私、川崎 FM 代表の大西エマの3人でお送りしております。はい、なんか爽やかな BGM いいね。いいですよね、新番組。 CM 良かった、さっきの CM 良かった。 CM はうちの CM、 はいはいはい、良かったし、ラピースタッフも良かった。うん、CM ってこれ前回、そう、あの前の番組でも使ってたんですけど、ブレイブサンダースの、ね、更新しないといけないね。あ、更新しましょうかね。またね、ちょっとタイミング見て新しい CM 作りたいなと思いますね。川崎ブレイブサンダースの選手、篠山流星さんと、あとニック・ファジーカス選手に CM 確か撮ってもらったんですよね、うん、あのまたちょっと次回メンバー変えたりとか ね、お願いしたいですね。でも今ね、今まで収録だったじゃないですか、今回生放送になってて、こう聞きながらやるってちょっと新鮮で、いい CM だなと。でラッピースタッフのね、あれでしょ、前田さんの友達か何かでしょ、まあよく喋れてるの面白いなと思って ね、初めてのちょっと経験だったんでね、ラジオしながらちょっと、ね、そうですね、あ、そうか、そう、収録と生放送って皆さん、番組やられる方って全然違うんですよね、感覚がね、本当に自分の声と音と、それこそ曲、楽曲流す時もなんか曲振りかっこよくしながら曲も聴いてノリノリでみたいなね、それが生放送、ね、まあ、ちょっとね、1時間ちょっと結構長いですよ、頑張りましょう。やばいね、もう雑談で別の話になってるから、これここ10分のパートナーにもうほぼ使っちゃうね、このままちょっと自己紹介ちゃんとしないと。自己紹介しましょう。いけないですね。はい、じゃあ大西さんから。あ、私からね、はい、私は川崎 FM このラジオ局の、代表をしております、大西と言います。ここに来て2年と3ヶ月ぐらいかな、確か、
そんなもんですね。なのでまだまだあの川崎、のことを勉強しながら、そしてラジオと、リスナーの方と向き合いながら日々頑張っております。もともとは DNA という会社におりまして、そこから出向で来ております。で DNA では10年ぐらい人事をやってましたので、まあ、ちょっとこの後の話につながりますが、あの人の話、働くみたいな話をテーマにお話しさせていただいてました。じゃあ真野さんいかがでしょう。いやでも大西さん、うん、まだ社長の2年半なんだね。そうそうなんですよ。すごいね、もう10年ぐらいやってそうな勢いだけどね、うん、本当ですか、うん、やっぱりいろんなとこ交わしてるからね、うん、川崎でね、ふと明るいし、いやだから、うん、そうですよ、ちゃんとしたマネージャーっていうかね、いわゆる経営、うんうんうん、は2年ですからね。経営者とは思えないこうフットワークの軽さですもんね。なんかこうもしかしたらリスナーの方も、ね、大西さんのこと知ってる人っていうのもいらっしゃいますか、ね、いるかもしれないね、うん、まあ、フットワーク軽いが取り柄ですからね。本当経営者っぽくないので、はい、じゃあ私真野俊介と申します、はい、川崎本社で、派遣会社やってます、うんうん、ディアスタッフ株式会社という会社です、はい、2017年設立、うんうんうん、で、まあどうですかね、経営作業、倉庫内作業って言われるような、うん、あの物流業界での派遣や、はい、うん、コールセンター事務っていうのをちょっとね最近は力入れてます、うん、っていうところですかね。オフィスはどの辺にあるんですか。川崎駅前ですね。駅前徒歩1分。やっぱり駅あのあたり、川崎駅、川崎区とか、うんうんうん、サイバー区もそうかな、あの、うん、大きなその、うん、物流倉庫とか、うん、割と比較的大きめな会社さん多いんで、そういうところがお客さんになっているからそちらにいる。あ、そう、あの立ち上げ前からもう川崎のお客さんは決まってたからね。だからもう、川崎本社にしよう、はいはいはい、でそうそうそう、でも川崎って僕縁もゆかりもないとちゃんです。僕九州出身なので。あ、そうでしたね。皆さん僕今41歳の九州出身の人間なんですけども、はい、だからね、最初のお客さんが川崎っていうの決まってたんで、うんうん、やったんですけど、はい、気がつけばね、まあ、いつかこうお金できたら東京行こうと思ってたんですけど、うん、もう骨をうずめたいぐらいのね気持ちになってますよね。川崎大好きですよね。いや、ここは本当に 1,2 年じゃないですか、川崎一気に、うん、なんか好きになったり、そんなことないですか。あ、そんな、あ、でもやっぱね、スポンサー、あ、あ、でもそれはそうかもしれない、ね、いろんな人と、ね、まあ、大西さん通じてね、顔を広げていったっていうのも、広げていったって自分で言うのもおかしいけど、あの、いやいや、いろんな人とコミュニケーション取り出したのもね、それぐらい。真野さんもね、いろんなとこでよく、あ、真野さんまたいるみたいなね。そんなことないでしょ。あれ、真野さんが。僕、ネクラですからね。そんなことないと思うんですよ。知ってる、知ってる。大西さん、あかん。前田のこと忘れとる。あかん。前田のこと紹介する。今日はそう、その流行り病でせっかくの新番組第1回のお休みしちゃった、ね、この前田さんのちょっとご紹介いただいてもいいですか。うん、ああ、そうですね。はい、前田はですね、うん、僕のディアスタッフのちょっとグループ会社みたいな感じで、ここも派遣会社なんですけど、うんうん、そこの代表をしてます、前田真希と、はい、今31歳とかですかね。31歳、若いな。もともとうちのディアスタッフの、はい、営業として担当してくれてて、広告屋さんで取引先、そうそうそう、で、うん、ちょっともう一社作りたいからっていうのを相談して、はい、立ち上げて、今の何期目だ、5期目ぐらいですかね、4期目4期目で終わったのかな、まあ、それぐらいなんですけど、まあ、頑張ってるんですよ、はいはい、だからね、僕とはもう師弟関係みたいなもんですよ、うん、本当に、はいはいはい、そのこの師弟関係の2人のね、はい、絡みというかじゃれ合いがね、本当に面白くてです ね、まあ、確かに弟みたいなやつなんでね、うんうん、めちゃめちゃ噛みついてきます、ね、すごい噛みつくんですよねすごい噛みつきますよね。本当ね、前田さん面白くてね、はい、ぜひ今日ご紹介したかったんですけど、またちょっと ね次回ね楽しみにしてもらえればと思います、はい、でそのね、そのじゃれ合いも含めて、うん、今までの前の番組っていうのをちょっとだけご紹介させていただきますと、2023年の4月から9月まで放送してました、うんうん、タイトルが人物金僕川崎と横浜の仕事にまつわる話というこのタイトルで半年間やらせていただいたんですよ、うんね、でこれアーカイブも残ってます、ポッドキャスト、それから YouTube 残ってますので、ぜひ興味ある方聞いていただきたいんですが、もう川崎とそれから横浜、これはラピースタッフさんの ね、ラピー横浜だもんね、うん、ディアスタッフさんの川崎と横浜の仕事にまつわるさまざまな話を、そうね、これさ、僕と前田が派遣会社だから、うん、仕事にまつわる話っていうルールを作ったんだけど、めちゃくちゃ縛られたね苦しかったね僕たち苦しかった
苦しかったね。そんなキャラクターでもないのにすごい仕事のみんなの仕事についてちょっと考えるみたいな、自分たちが課したルールに自分たちが縛られて大変だったね、うんうん、そう、人とか仕事のテーマをね、そうそう、だからニューアのきっかけっていうのはもうちょっと自由にやりたいみたいなね、流れだし、ね、そうですよね、うんうんうん、なんか印象に残ってる回とかありました？あ、まあそれはやっぱりゲストの皆さん言ってくれたじゃないですか、うん、あの最後の2回かな、ゲストね2回だけでしたけど、うんうん、なんかものすごいやっぱ印象に残りますよね、ブレイブサンダースの川崎社長、はい、現ね川崎社長、そうですね、あの就任ほやほやの時期に、これちょっとややこしいのあれですね、川崎社長っていうのが、はいはい、川崎で川崎社長っていうこのちょっとねブレイブサンダースの、はい、皮肉な、あの嘘でしょって言っちゃいましたもん ね、 ね最初私、ね、就任ほやほやで来てくれましたから ね、 そうですね、まあそこの話もすごい面白かった、うん、彼の経歴とかもすごい面白かったですし、そうですよね、あとまだ最後の回になったね、あの学生の浜野くん高尾さんとか、そして若手の営業 Z 世代と言われるところ、ね、はい、あれで中松くんや、中島さんもね、はい、まあまあ、なんか若手と話してみたいねっていうアイディアから若者呼ぼうよと、うん、ちょっとゲスト多すぎてね、そうゲスト多すぎて、あのちょっとみんなにフォーカス当てれなかったのが申し訳なかったんですけど、でも時間がね、やっぱ若い子で頭良かったですね、本当圧倒的に優秀でしたよね、びっくりしましたよね、なんか話聞いてて帰りたくなりましたもん、なんか恥ずかしくなって、そうそうそう、僕41歳の僕恥ずかしくなって本当帰りたくなりました、いやこれ何ですかね、やっぱ若い子は素晴らしい、そう、若さと、うん、あとはやっぱりそのデジタルネイティブとかその情報の拾い方とかその使い方なのかな、うんうんね、あとアウトプットもしっかりしっかりしてる、あれはやっぱり、うん、多分もう我々の世代40代、まあ、以上のね、うん、世代が育ってきた時代と全く違うんで、喋れないよ僕たちあの時、喋れない、あんなに喋れない、緊張してたじゃないですか、そうそうそう、声を震えながらだけど、うん、でもしっかり話せてたから、そうなんですよ、なんなら今の僕たちの方が話せてない感は悲しい、悲しいよ、時間過ぎちゃうじゃん、おおさん、はい、はい、これすいません、さあそして今回の新番組ね、新番組は、うん、ですね、まず枠としてはだからこのクールですね、10月期から番組タイトルもそれから時間帯もこの時間に移してのリニューアルということになりまして、うんうん、タイトルがミレニアル世代の社長トークということで、うん、ね、真野さんが41歳、私42歳なので、うんうんうん、ギリギリ実はミレニアル、あの前田も入るんですね、そう、前田さんも入るんですよね、うん、広いですね思ったより、うんうんうん、このミレニアル世代だ、共通っていうとミレニアル世代だったね、うんうんうん、あと経営者社長だったねって、ああ、この、ね、うん、この2つのキーワードでタイトルをつけて、で社長トークもうかなり自由度上がったよね、うん、そうそうそう本当にそうですよ ね、 ね、うん、いやなんかね自由になりたかったんですよね私たち ね、 そうね、うん、だからこの3人の社長が今、うん、興味があること、うん、好き勝手お話しする番組なの で、 なんであんまりあの皆さんハードルを上げずに聞いていただきたいと、そ う、ね、うん、そういうことでよろしいでしょうか、そうですね、あの、はい、少なくとも僕はね情報に基づいて話をするタイプではないので、うん、はい、そこだけ聞いてる皆さん本当注意、はい、そう、感覚で喋ってるだけの話なので、なるほど、はいはい、そこだけねご注意ください、わかりました、必ず注釈を入れましょうね、ちょっとね、はい、一回一回で、さあそれではここで一曲、はい、音楽をお届けしましょうか、真野さんお願いします、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこれはですね僕の非常に思い出深い曲になります、うん、はい、ビーズのウルトラソウル、川崎ブレイブサンダースナンバーセブン、篠山流星、僕はずっと勝ち続けてきたわけじゃない、悔しい思いもたくさんしてきた、成功も失敗も次につなげないともったいない、その積み重ねが今の僕だ、篠山3左45度決まった、君もできる、派遣の司令塔ディアスタッフ、 SMA 所属のお笑いコンビ浜地の平田とジェームスです、ジェームス、ラピースタッフって何の会社か知ってる？タイの養殖に力を入れてる会社です、全然違います、人材派遣の会社です、じゃあ人材派遣でどんな仕事か分かる？ほとんどがマグロの解体です、違います、いろんな仕事を幅広く紹介してます、じゃあラピースタッフの人たちの共通点は知ってる？全員特技がアジの三枚おろしです、寿司屋と間違えてない？僕お寿司好きなんです、知らんけどせめてハマチを出せ、正解は全員人の笑顔は好きなんです、じゃあ僕らと同じだ、確かに Go Next ラピースタッフ、
本日から始まりました新番組ミレニアル世代の社長トーク。じゃあ次は最後のコーナーですか、ね、最後のコーナーですか。もう終わるの。いやね、さっき CM とかまあその音楽聴いてる時に時計確認したんですけど、はいはい、まだ15、20分しか経ってないんですね。そうそうそう、そうですよ。僕もう45分ぐらい喋ったぐらい疲れて、やっぱ生放送あれですね、緊張してるんでしょうね。時間感覚がねずれてる。あと、うん、まだ15分しか過ぎてない。小学校の時夏休みとかえらい長かったじゃないですか、うん、だから充実してるこの15分間を過ごしたんですね、真野さんは。そうすると、そう、逆じゃない、普通逆じゃない。俺さん普通逆よ。みんな充実してるから夏休み短く感じる。え、長くなかったですか。違うよ、楽しいことしてると人間って短く感じるじゃん。あれ本当、うん、ちょっとこれ、はい、あ、出たよ、このゴールのない話。これ一個アジェンダ。そうね、はい、残りましたこれ、はい、すいません。ね、今、うん、いい CM でしたね。あ、ね、皆さん聞いていただきました。2回目だけど本当にいい CM だね、うん、ね、うちの会社の身の丈に合ってない、はい、合ってないね、合ってない、篠山選手と、あとね、まあ、ニック選手のやつってまだ出てないと思うんですけどね。あれもすごい、ニック選手のはね、今日は予定がなかったな、すいません。あれ、この後も出てこないですか、ニックのやつって。今日は篠山さん一本で行く感じで。おー、すごいね、篠山さんの CM、 ニックザラストの T シャツ着てるのに。すいません、本当ですよ、めちゃくちゃかっこいい、ね、ちょっとこれの話は後で。いや、まあ、ちょっと動画見てる人ね、これ、あら、これめっちゃかっこいいでしょ。これなんかハイブランドの私 T シャツかと思って、マナさんいつもおしゃれですね。え、あれ、ニックニックの、はい、本当に写真がね、サンタさんの売店で買いました、お顔のお写真が。これいいよ本当に。これは生地も厚いし、うん、プリントもしっかりしてるから、うん、で、これいくらですか。これ4000円、3800円。これで、そうは見えない、うん、あのね、普通に8000円ぐらいでもいいと思うぐらいのクオリティ、うん、いや、もうちょっと、サンダースさん、もうちょっとさ、値段ね、頑張って、ね、そうね、グッズとか本当、うん、なんか良心的だと思う、ね、あのなんか、いろんなブランドコラボしたやつとか見てても、ね、あの優しい価格帯、うん、ただスポンサーには結構厳しめだ、ね、あ、本当ですか。僕たちには結構厳しい、厳しい、攻めた提案をね、してくれるから、まあ、ファミリーのサポーターの皆さんはすごい本当にリーズナブルにいろんな商品が手に入ると思いますね、はい、グッズは頑張ってるってことですね、うん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 、あ、いいですね、うん、それちょっとなんか買います、私も。私が、あ、これもでもね、ほとんど売り切れだった。ええ、そういうとこあんのよ、そういうとこあんのよ、すぐね売り切れに従うの。あ、そういうね、うん、でもね、また第2弾とかありそうな感じで、ね、うん、サイトとかあれはあったけどね。そうですか、うん、なんかうかうかしてるとね、うん、レジェンドね、ニックが今シーズン最後ですからね。ニック・ファジーカス、本当 B リーグのね、もうなんか立ち上げの時期から彼は貢献してという。そうね。で、日本代表、うん、オリンピックのね、東京五輪の前のあれとかもね、うん、代表で頑張ってましたし。そうでしたね。そして川崎ラゾーナに毎週出没するんですね。赤ちゃん本舗だってね。赤ちゃん本舗。あとゲーセン。いや、でもそういうの言わない方がいいんじゃない。なんか結構割と言ってる。有名な話。うん、そうね。言ってる、ね、言ってる。よかった。いらっしゃるみたいね。いらっしゃる。私もこの前行ったらいました。あ、本当にご家族で、うん、やっぱりいるんだと思って。そうね、何度かニックちょっと話させてもらったことあるんですけど、うん、やっぱちょっと緊張するよね。緊張する、うん、で、あの時、ああいう瞬間の時ほどこう英語が喋れればよかったと思うことはないね、うん、そうですよね、うん、ちょっともじもじしちゃう、しちゃういますよね、しちゃう、そうですよね、うん、ニックはもじもじしながらコミュニケーション取って、うん、あの J の場合ね、ジョーダン・ヒースの場合はもう怖くて話しかけれないもんね。うん、見かけても、うん、あのジョーダン・ヒース選手はお会いした時に、あの、好きですってか、なんか片言で好きですって4文字私言って、うんうん、顔真っ赤になってすごい笑われた、うん、全然会話してない、乙女じゃないですか。なんでそういう一面出そうとしてるんです。すいません、森さん、はい、僕たち今何の話してるんですか。あ、ごめんなさい、ね、あったあった、大変すいません、生放送で、はい、はい、すいません。さあ、ここからは実は今日欠席のラピースタッフの前田さんの肝煎りの新コーナーだったんです。これを前田さんなしでですね、2人でやってみようということで。前回もなんか、うんうん、前回前のラジオ番組でこういうことやってましたよね、はい、なんかマキトの部屋かな、マキトの部屋で、はい、新コーナー、マキトの部屋、はい、近いやつですね。そうですね、うん、どんなコーナーなんですか、はい、ここからは勝手に質問疑問にお答えをしていくという無謀なコーナーでございまして、うん、
ラジオで言うとね、お便りいただきましたなんて、本当はそれがしたいんだよね、それやりたい、うん、だけど僕たち本当ただの素人だから誰も何も聞いてくれないから、僕たちは質問を見つけて、はい、僕たちが答えていくっていうスタイルを見つけたわけね、はい、お便りが来ると信じて、はい、なるほどね、そんな、でなので、うん、ここね、今回はですね、日本を代表するプラットフォーム、うん、ヤフー、うん、ヤフー知恵袋さんのお力をお借りしてですね、うんうん、我々今日のミレニアル世代の社長が気になるトピックスを拾いまして、うん、誰にも求められていないのに勝手にその質問、うん、疑問にお答えしていこうというコーナーでございます、うん、はい、はい、悲しいね、なんかここまでの説明聞く限り悲しいね、悲しい、でもやっていこうよ、はい、前田がやりたかったコーナーだから、悲しいよ、やろう、いきます、うん、はい、それではちょっとパソコンを開きまして、じゃああれでいい、大西さんが探して、うん、僕もパソコン開くのちょっとおかしいから、うんうん、大西さんが質問探して僕が答えていく、そうしました、それに対して大西さんはどう思うかってことを、はい、あ、なるほど、大西さん、うん、マノの意見と大西さんの意見、はい、わかりました、って形にしましょう、じゃあトピックスだけ決めてもらっていいですか、トピックス、うん、これ言うのを言うていただければ私探します、めちゃぶり、ないな、ミレニアルとかでいいか、ミレニアルでいきますか、うん、ミレニアル世代、番組名取ってね、いきましょう、うん、新番組の、ね、タイトル、ミレニアル、ミレニアルですね、ミレニアムじゃないもんね、うん、ミレニアル世代、俺多分これミレニアルって多分言えないと思う、ミレニアル一生いや覚えれないし、ミレニアルって言葉噛むし、はい、うん、出ました、はい、いきましょう、はい、ヤフー知恵袋さんからありがとうございます、ID は非公開さんでございます。はい、いいよ ID なんて。そんなこと言わなくていい。あ、そうだね、ラジオネームみたいなさ、ペンネームで言いたい、言いたい。ちょっとなんかさ、そういう名前がある方は、お呼びしようかな。はい、うん、この1年ぐらいで Z 世代なる言葉をよく聞くんですが、うん、一昔前のミレニアル世代というのは言いにくいので、うん、流行らせるのに失敗したんでしょうか。お答えください。うんうん、おー、あ、だから今のさっき俺が言ってたことと一緒だ、一緒だ、言いにくいっていうことですよね、うんうん、でもあれでしょ、まあ、まあそもそも〇〇世代って多すぎってのはあるんだけど、なるほど、ただ Z 世代とミレニアル世代って一緒なの、うん、イコールなの、そもそも違う、違います、うん、違うんです、違う、これ、うん、私調べてるのを言っちゃっていいですか、うん、ミレニアル世代は、うん、誕生した年が1980年、うん、81年以降で、うん、2000年代に成人もしくは社会人になった世代っていうのがミレニアル世代なんです、うんうんうん、私だから1981年生まれなんです、ギリギリですね、まさにギリギリ、ね、そうで、 Z 世代は、うん、さらにその次の世代で誕生した年が1996年、うんうん、あ、96までいっちゃうの、そう、ここ飛ぶんですよね、1996年、あ、じゃあ連れてんのね、うん、じゃあ違うじゃん、解決したね、解決した、はい、違いますと、はい、違いますまあでもあくまで調べた内容、うん、こういうのって結構曖昧っすもんね、曖昧、そもそもね、そう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 、うん、そうなんです、そうそう、答えがないものも多いですからね、うん、でもミレニアル世代の僕から言わせてもらうと、うん、はいはい、絶対僕たちが作った名前だと思う、うんうん、ミレニアル世代って、はいはい、なんか僕たち特に特徴のない世代だったじゃないですかだからなんか丸々世代つけたくて自分たちでつけたんじゃないかな、はい、なるほど、あくまで憶測です、なるほど、いいですね、次行きましょう、はい、はい、ヤフー知恵袋より、うん、Z 世代が今年の流行語大賞にノミネートされました、これ今年って2021年ですって、21年、うん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 、ネーミングが単純すぎる気がします、うん、ゆとり世代、悟り世代、うん、ミレニアル世代、氷河期世代、うん、バブル世代、団塊ジュニア世代、新人類世代、うん、そんなあったよ、あ、でも新人類あったね、そんなものに比べまして、うん、意味はわかるんだけど、うん、さらに2010年代以降に生まれた世代はアルファ世代らしく、なんだそれって思います、アルファ世代、うん、今後名称の変更はあり得るのでしょうかと、ミレニアル世代の私は思います、さあお答えください、質問の内容何なの質問の内容今後変わる、いやそれは変わるよ、だってみんな言いたがるんだもん、だってそれは変わるよ絶対、ネーミングセンスが単純すぎるって、でもそっちの方がいいんじゃない、覚えやすいし、うん、Z 世代ってやっぱ知らない、うん、でもなんで Z っていうの、XYZ で振り分けてるんですって、うん、でなんで今の時代が Z の世代っていうか、若い子たち、ミレニアル世代は、うん、別の言い方で Y 世代なんですって、あ、そうなんだ、おで、その次が Z、うんうん、で次がアルファなの、そうなんです、そ
それさ、そこをアルファ言ったら次にベータとか。そう、ベータ難しい。これ厳しくない？だからさ、うん、その先の人たち、ベータの次わかる？もうわかんないでしょ。シータ？シータ知らない、俺知らないからわかんないんだけど、でもまあポジティブに考えるとさ、うん、あの知らないわけじゃん、ベータ以降、はい、うんうん、だから俺らも知らない言葉を覚えていけるんだなっていう、うんうん、未来明るいねっていう話だね。そしたらね、ガンマって書いてある。俺でもガンマよぎったよ、俺マジで、うん、マジで。あのなんか数学の時あったじゃん、高校か中学の時の。やんなかったです、私。私には、うん、広島には来なかった。それさあ質問に答えると、うん、名前は変わります、はい、当たり前じゃんと、はい、うん、じゃあアルファベータでしょ、はい、うん、あのまあ知らない、ちょうどなんかその数字のとこだよね、はい、順番のとこだよね、うんうんうん、ベータ以降ガンマって分かんないじゃん、うんうん、でもこれから俺らは10年単位にそれを知ることができる、はい、嬉しいね。嬉しい、うん、よかったよかった。次の質問いきます、はい、ミレニアル世代という言葉、英語、うんうん、この語源を知りたいです、うん、なぜアメリカで2000年代に成人あるいは社会人になる世代がミレニアル世代と呼ばれたんでしょうか、うん、ご回答いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。英和辞典で調べてみたらいいんじゃない。なければ造語だから気にしなくていいんじゃないと思う、うん、気にしないでいい、うん、なんでミレニアムっぽいからちょっとなんか書けたんでしょ。ミレニア、今ミレニアムって言いますよね。そうそう、だからそれっぽいから、アニバーサリーみたいな、そうそう、書けた、書けただけでしょ、うん、なんかうまくわかんない、憶測です。憶測ね、これ、はい、そう、はい、そう、魔の旬は思うと。でも単語があるんだったら英和辞典載ってるから、うん、そんなもん調べたら本当ですね、うん、うん、いい、うん、解決しない。一応ね、ベストアンサーついてるんです。お、なんとか、そっか、あるんだね。そうだね、もうある、そう、でこれが本当かどうかわからないという前提でね、うん、ご紹介します。まずやられたのが、うん、俺本当普通に質問来たと思って答えてたわ、うん、恥ずかしい。まず、あ、ごめんごめん、そうだ、あるんだ、あるある、ベストアンサーのベストアンサーついてるものもあるんですよね。はい、正解教えてください。はい、ベストアンサーがついてるもの、これが正解かわからないですよ、うんうんうん、はい、新しい千年期に、うん、社会に参加してきた世代ということでしょう、うん、って書いて、うん、もう分からなかったな、もう難しくない、難しく、うん、概念の話なんかすごく、うん、難しかった、うん、聞いてもなるほどってならなかったからね、うん、だっていうことは、はい、さっきの俺のやつももうベストアンサーですよ、これ。ミレニアム、うん、ちょ単語あるかどうか調べてなければあんまり気にしなくていいっていう答えね。そっちか、わかりました、失礼しました、はい。